尾崎志郎現代語訳「平家物語」その第2回第1の巻第3章鈴木任平三年正月忠盛は58歳で死に息子の清盛が後を継いだ清盛は父親にも増して才覚並々ならぬ 抜け目のないい。男だったらしい保元平治の乱と権力者の内紛におちょっかいを出しながら自分の自歩は着々と固めていってさて皆が気が付いた自分には11位大女房大臣平清盛という男が出来上がっていた異例のスピード出世というところであるこの時代は成功も失敗も 一様にに神仏に結びつけたた。ががる傾向があった兵士の繁盛ぶりを見てこれは熊野権現のご加護だと誰からとなく言い出したところがこの噂の出どころは実は清盛なのである伊勢から熊野へ渡る航海の途中鈴木が清盛の船の中に飛び込んできた。 乗り合わせていた案内人はこの時とばかり「こりゃあめでたい熊野権現のおしるしですぜとお世辞を言ったもちろん清盛は心中でにやりとしたがそこは神妙なかぼで「うんわしが昔読んだ書物に天下を平定した州の武王の船にも白魚が踊り込んできたとかいう話があったのを 覚えてるよとにかくめでたいことだからこいつをみんなで食おうじゃないか」。といった清盛の脳の巡りの良さも知らず乗船の一度を強く感激して一切れの魚を味わったに違いない予想通りこの話が巷またに伝えられて熊野権現加護説を生み出したのだからまさに清盛の思う壺だったと言うべきである。 第四章カブロ清盛は51歳の時出家し上界と名乗った大病にかかったのがきっかけで指物彼も少しばかり気が弱くなったらしいしかしたちまち病は全開彼はつるつる頭をなでながら「まだ当分生きられるぞ」と言ってほくそえんだとにかく 平家一族の繁栄ぶりはちょっと類がなかったかつての名門の貴族たちにしても今ではまともに顔も合わせられないありさまである「平家にあらずんば人にあらず」といった言葉もむしろ当然のように迎えられたし六原風といえば猫も借子も右へ習えて烏帽子の織り方やら着付けの仕方まで皆が平家一族を真似するのである。 こういった兵士の戦亡に対して不満の声のない方が不思議なくらいなのだがそこはそれ万事卒のない清盛入道は言論弾圧の機関もちゃんと用意していたいわゆる平家直属の秘密警察ともいえるこの一体の正体は十四後の少年部隊である髪をおかっぱに赤いひたたれを着た「かぶろ」と呼ばれる面々は 町々の角々でちょっとした噂話にさえ聞き耳を立てていた一言でも平家の悪口など言おうものなら立ろに家財没収強制収容の浮き目に遭う今はただ目を閉じ耳を押さえ口を塞いで人々は黙々と平家の命に従うばかりであるそれを良いことにしてカブロたちは今日の町々を 我が物顔に歩き回る今日の紅蓮帯どころではない絶対の権力を背景にしているだけにそれはもっと始末の悪いものだったに違いない。第5章一文の映画平家一族は皇位高官の兼職を欲しいままにし始めたちょっと見回しただけでも長男重盛は 内大臣左大臣兼次男宗盛は千分納言右大将三男智盛が三尾の中将孫のこれ森が四位の少将といった具合であるこのほかに数え上げればきりがないくらいで三尾大中納言三尾以上の苦行を十六人天上人三十分人各地の地方官が ざっっとと六十何人というだった清盛は息子のほかに八人の娘を持っていたがこれまたそろいもそろって検問・起源に縁づいているすなわち火山の院左大臣の奥方検霊門院といわれた安徳天皇の聖母六条の摂政、を藤原実本の奥方で 白川殿と呼ばれた人不賢寺藤原元道夫人礼勢の大納言夫人七条朱利大夫夫人今一人は白川法王の女後で最後は老の恩方と呼ばれる火山院の女郎であった第六章義王当時京都には義王義女と呼ばれる 白ひときわ衆に抜きんでた姉妹があったその母も都じと呼ばれ昔白拍子であった清盛が目をつけたのは姉の義王で片時もそばを離さずに寵愛していたおかげで母親も妹も家を建ててもらったり人にちやほやされて結構な暮らしをしていた白拍子というのは 戸場天皇の時代に断層の霊人が「水管立ぼしで舞を舞ったのが始まりとされているがそれがいつか水管だけもつけて踊る舞姫たちを「と呼ぶようになったのである。今日の白拍子たちは玉の腰に乗った同性の幸福を羨んだり妬んだり中にはせめてその幸せにあやかりたいものと 義王の義をとって「義一義二」などと名前を変えるものまで出るほどの評判であったその間にも月日はいつか過ぎて三せばかり経った頃加賀の国の生まれだと名乗る一人の年若い白拍子が彗星のように現れた仏という変わった名前を持つまだ十六歳の裏若い乙女であった。 この娘の舞を見た者は優雅な死体とさすて引く手の巧みさに魅せられて幾同音にその素晴らしさを褒めたたえるのでたちまち今日の町の人気をかっさらってしまった。ポットでの田舎娘がこれほどの成功を勝ち得たのだから満足してもよさそどなものなのに欲望と野心は際限のないものである。仏は 自分を天下人である清盛に見てもらいたいと言い出したのである「私の名もこれほど宣伝されているし清盛様だって噂ぐらい聞いているはずなのに一度も呼ぼうとしないんだから待ってたってしようがないわどうせ私たちは芸人で芸を売るのが商売なんだから押しかけだって構うものですか」。若いだけに度胸が 思い立つと仏は早速紹介状もなしに清盛の屋敷へやってきたのである。今をときめく人気スターの訪問に家来の方が喜んでしまった。今評判の仏御前が参りましたと急い,いそと清盛に取り継いだ。何仏清盛だって名前ぐらいはとっくに耳に入っているくせに どこの仏が来たと言わんばかりの意地の悪い顔つきで家来をにらみ据えたそれが例の人気者の白拍子仏御前のことでしてバカ者目が清盛は大喝したどこの仏か神か知らないが呼ばれもしないでのこのこやってくるとは何たる身の程知らずの女だ第一この清盛には としたととというがいいうう。がるのを知らんことはないだろうとにかくそういう押し売りみたいなやつには用はないんだとっとと追い出してしまえつむじを曲げたらてこでも効かないという清盛が頭に湯気を立てて怒っているのだから家来も驚いて青くなって出て行ってしまったそばで終始清盛の腹立ちを ハラハラしながら見ていた義王は元来が気質の優しい女である興奮の静まるのを待ってそれとなく取りなしにかかった「そんなに私のことを大事にしていただきましてなんと俺も申しようもないくらいですけれどでもね芸人なんてものは売り込みが出世の第一なんですからねそれに聞けばまだ若い子らしいし なんだか私も昔を思い出しちゃって身につまされてきますちょっとでも会ってやるだけでいいじゃありませんか。あれじゃあ,あまり身も蓋もありませんわ。もう一度思い直してくださいません。興奮が冷めてみると清盛にしても、あまり大人げないやり方でちょっと恥ずかしい気がしないでもない。その上可愛いい女にやんわりくどかれれば、 そこはそれ男の弱みで強いて反対もできないものらしい屋敷を出ようとしていた仏はたちまち呼び返されて清盛の前に連れてこられた会ってみると何せ今をときめく白拍子である年は若いし器量はよいしその上持ち前の度胸の良さで清盛の前に出てもはきはきと受け答えする様子が 「いかにもはつらつとしていてかつてない新鮮な色気を感じさせる」「今ようでも歌ってみろ」と言われれば「殿に会えた嬉しさに私の命も延びるでしょう」と臆する色もなく受け答えをしてからめでたい歌を口ずさむ起点の良さに清盛の気持ちも次第に和やかになってきた。 歌がうまいのなら舞うのもうまそうだな一つ見せてくれないかおいこら誰か鼓打ちを呼べさっきの怒りもどこへやらいつか一座は陽気なざわめきに満たされていった仏の舞姿は一段とまた見事であったあれやかな姿形豊かな声量巧みな歌いっぷりに いつか清盛の目は仏に釘付けになっている一差し舞い終わった時仏を見てほっと我れに返った清盛は門前払いを食わせたことなど当の昔に忘れた予ぼに仏の袖をとらえて口説き出すのである予想以上の城守備は嬉しいけれどさすがに仏もそれほど高顔無知な女ではなかったいいえそれはいけません。 とにかく私は義王様がいらっしゃらなければお目通りもできなかったんですものそればかりはいくら私だって恥ずかしくて仏の拒否にあって清盛の執着は一層募ってきた何もそんな遠慮することはないではないかだがなお前が義王のいるためにそういうことを言い出すんだったら義王をクビにしちまえばいいんだろうそうだ それがいい。い。とんでもない清盛のとっさの思いつきに仏は一層驚いた。一緒にごち愛を受けるのさえ気が引けるというのにそんな恩人を追い出して私が居座るなんてことがどうしてできましょう。とにかく今日のところはこのまま返してください。いやわしはお前が一目で好きになったんだ。どうあってもお前はわしのものにする。 それより義王なんだまだそんなところにうろうろしおってお前は早くあっちへ行け清盛はその場を去ることもならず目のやり場に困って隅にかしこまっている義王に情け容赦のない言葉を浴びせかけた。もともと気の変わりやすい清盛のもとに奉公していつかはこういう目にも会おうかと 檻につけては想像していたもののあまりにも早くやってきた破局の意外さに義王は言葉もなく涙ぐむばかりである思い立ったら赤子よりも始末の悪い清盛のことだから口答えなどはしたくともできず義王は水戸せの間慣れ親しんだ西八条の住まいに別れを告げたのであった別れる時義王は 今の生地に一種の歌を書きつけた。萌えいずるも、カルルも同じ延べの草。いずれか秋に泡で発べき。今は得意絶頂の仏様。あなただっていつ、何時、私みたいなことにはなりかねないかもしれませんよ。それは義勇の精一杯の無言の講義だったのである。 義王が西八条から離れたことはたちまち京都中に知れ渡った尾崎四郎役「平家物語」その第2回第1の巻第6章「義王」途中まで2021年11月20日、この続きはまた次回。